神様、こんな仕打ちあんまりよ。救世主夜が、だって夜は私を追いかけてきただけでしょ。なんで、なんで夜ばかり、夜なんかに。何と言われようと、私どうしても星が見たいんです。違う、あなたは星になりたいんだ。誰よりも光り輝く特別になりたいんでしょ。お願いします。塔に登れるなら何でもしますから。何でも。お願いします。お願いします。彼の人生の幕を下ろすことができるなら、あなたを塔に登らせてあげます。え、ヨルさんの物語をあなたの手で終わらせるのです。それってヨルを殺せってこと？何を驚いているのですか。もういらないから彼を捨ててきたくせに。それは決めるのはあなた自身だ。私は願った、誰かが夜を殺してくれればと。心配しないで、王冠は奪わないから。だって夜を殺すなんて私には。話が違う。だってあいつが私の身代わりになるんじゃ。やめろ！なんで、なんで助けるの？やめてよ。だって私は夜を殺さなきゃ。嘘をつけってこと？君がラヘルじゃないと。ええ、だからこれ以上見つめられちゃダメ。夜は君のそばにいたがってるのに。そばにはいられない。離れて、機会を狙うの。そう思ってたのに、体はちっとも言うことを聞かなくて、時間ばかりが過ぎていって、気づくとポイントを減らすのが怖くてたまらなくなってた。夜を殺せなかったら、今のポイントじゃ私は塔を登れない。なんで私が欲しいものばかり手に入れて。塔の頂上で、あなたが手に入れたいものが彼より価値あるものだと祈ってるわ。みんな夜夜夜って偉そうに。もう逃げ道はない。やるしかないんだ。ずっと気づいてて目を背けてた。あ、星になったのは私じゃなくて夜。ラヘルも感じてるよね。ええ、なんだろうこの光、体の中から力が湧いてくるみたいだ。私にないものを夜はたくさん持ってる。特別なのは夜。あなたではありません。私はそのおまけ、星が作る影にもなれない。大丈夫だよラヘル。え、これから何が起きたってもう心配しなくていい。僕がラヘルを塔の上に連れて行ってあげる。夜、あなたといたら私。僕、あの洞窟にいた頃とは違うから。私、星になれない。仲間もできたし、ちょっとは神の水も使えるようになった。だから大丈夫、一緒に塔を。あなたとは登れない。あなたの代わりに星になる。ラヘル、ごめんね、夜。おい、女神！黒い神はどうした？途中で牛に襲われて。何？嘘だろ。どういうこと？夜は？夜はどうなった？おい！ラヘルさん！おめでとう。全部思い通りになったね。
別に何もしていません。選んだのはラヘルさんです。このまま終わらせるわけにはいかない。俺たちを縛り苦しめるクソみたいなルールを、いや塔の全てを変えてやる。だから登ろう。ラヘルと共に。